言わずと知れた名古屋のキングオブホテル。番組最後は名古屋市審査会にあるデザインホテル WZIP クラブをご紹介します。51室全室がスイートルーム。優雅で落ち着ける部屋や可愛いおしゃれな部屋が用意された贅を尽くしたホテルです。低価格で客室アメニティも充実。また食事も名店の味を楽しめるなどリピーターには大人気です。さあ、今週はですねお風呂の掃除編ということでね、お風呂にもやっぱり掃除する順番があるみたいで、もうこの 3週ずっと村越さん大活躍。本当ですか？もうね、あ、また換気ですね。はい、換気。そしてフロアといって、前に使われた、お湯が弱いと言ってませんので、はい、そちらの方から立ってください。あ、お湯出して、はい、ちょっとそうですね、あ、シャンプーとかもこれ下で借りれるやつ、これは、全部、はい、部屋に備え付けのやつですね、これは、はい。で部屋と同様でその剥がしっていう作業がこういうことをして出てくっていう感じです、なるほど、はい、流してね、こういう細かい、そうですね、細かい水垢だったりとかっていうのを、ポケットの中からスポンジ出てきましたねすごいね。あ、こうやってね、こう綺麗、綺麗に次のお客さんが清潔に綺麗に入れるようにね、はい、なるほど。で全面スポンジでやっちゃうと傷がついちゃうんで、このウエスを使って清掃するという感じですね。あ、はい、水回りの掃除はね大変なんだこれが、そうですね、お風呂がやっぱり結構しんどいですね、トイレも綺麗にしとかなきゃいけない。そうですね、はい、一応まあそこは担当が分担してっていう、部屋担当とお風呂場担当とっていう感じで、はい、分かれてやってますね。いろんなものがポケットから出てくるガム手が出てくる、ガム手が、これで髪の毛だったりとかっていうのを最終で確認して、最後ね、これでね、はい、椅子もね、椅子、そうですね、濡れてないようにね、やっぱり結構水分内側とかが溜まってることが多いので、そこも確認しながら、ああいう細かいところまでね、そうですね、なるほど。さあ、ということでね、水回りお風呂のお掃除の仕方をね、村越さんに見せていただきましたけど、はい、これを本当短時間の間にやってしまうんですね。そうですね、大体15分前後ですかね、はい、すごい性格も出ますよね、綺麗にされてるところね、早かったですね。さあ、ということで今週のそれでは合言葉、はい、言いましょうか。村越さんは好きな女優さんとか歌手の人とかいるんですか？女優と年代が分かってしまう。いいですよ、菊池桃子さん。なるほどさあ、今週の合言葉、仕上げの桃子仕上げの桃子、これでいきましょうか、はい、じゃあ、ありがとうございます、よろしくお願いします、せーのと仕上げの桃子やらしいよやらしい